どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。魔法科高校の劣等生コラボが来ていたので下の名前がわからないけど、一条さん、このキャラですね。この一条なんちゃらさんに行ってきて、挑みたいと思います。ちなみに確か特急だな。アンデッドとかの効果がないから回復オンリーのパーティーで行けると思います。今のパーティーです。トロに来たら負けるっていう自信がちょっと残念なことにあるもので、助っ人でお願いします。珍しいのは不合技が最初に来た。基本不合技がめったに来ないんだけど、両方屋さんと相続屋さんの方来てくださいませんか。冷静なくてもいいんで来てくださいませんか。来ねえな。あ、来た、嬉しい、爆弾。これはいけそうだな。多分いけるでしょ。使い方一条ほにゃららさん、特急ですね。あ、V は2つだけか。欲しいカードが来なかったな。今回どうしよう、パスでいいかな。値段回復したじゃないか、パスで。やっぱ何かしら動いた方が良かったのかな。完璧な初見なんで、もしかしたらコンティニューするかもしれません。魔法科高校のレッスンに行くのかな。ね、もう欲しくは使わないよ。あ、こんなに嫌だよ。あ、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 誰で回復しようか。こいつあ、どっち、鳥っていいか。多分イヌエで、これで回復しようか。あれ待って、こいつ足りるか。間違えた、回復足りるかな。ちょっと不安、やばい不安、やばい、すっごい不安。回復して、あ、これはやばいな、ネズミで攻撃するかも。で、今のであれだけしかダメだったら、あれもしかしてものすごい強い。うわ、絶対魔法を持っていくダメージが。おっと、これはちょっと待てよ、集中砲が来るな。頼むぞ。よし、俺が欲しいやつ来たけど、今来てもな、遅いよ。これはまず、さっきは回復量が上がってるから、まずこれである程度は回復できるはず。こいつは知らないと、まあ、これで回復バックを与えて、一気に打ってなんか水打って攻めてほしいけど、水打ってのキャラクターはあんまり欲しくない。どう転ぶか、防御力アップ、魔法防御力アップいいね。スピードが昔テイルとコラボしたらしいです。これで回復。回復バグつけないで、もっと回復させた方が良かったかも。もしかすると死んじゃうな。どうかな。これは大丈夫かな。
あと1回食らったらシュートだったんだ。嘘、いきますよ。これはちょっと申し訳ない、俺のせいで殺してしまった。許さないからな。これで攻撃力を上げようか、回復はしなくていいかもしれないけど、回復しなくていいか。回復を上げて攻めてもらいましょう。一応回復というバフをつけれるキャラもいる。結構ね、物理防御上げてみないんじゃないかな。基本あれですよ、爆力って、ね、魔法攻撃っぽいよ、ね。今のキャラはコラボゲーム。お、氷結効果。あれ確か氷結効果を特化型 CH に効果を上げると弱体化するって聞いてきた。おっと弱体化したか。弱体化してなくねえか。これは傭兵アーサーが、これ傭兵アーサーをまず回復させて、自分の体力が、あー自分の体力しなくて大丈夫だ。じゃあ防御力上げて傭兵アーサーを回復するのか。やっぱ一応水の手に。高校に出てくるから死なせるわけにはいかないね。はぁ、さっき高校が死んだ。あーでもこいつ防御力上げるんだけど物理防御だけなんだよ。使えないな今回の戦いでは。いや待って、クリティカルが出たらかなりダメージ与えてますね。あ、もうあれって、あれか、その彼が手に持ってる銃みたいなの壊れたら物理攻撃に変わるのか。じゃあ最後雪女でいこうかな。攻撃回復できるから結構便利じゃない。やっぱり降臨のキャラクターがやっぱり、やっぱ当たらないっすよ、あのレアガチャ。で、そろそろ攻撃するんじゃないかな。これは回復に行って、OK かな。一回コンティニューしたんで落ちてくれよ。アイエンドビームで結果を見ましょう。受け取ります。あー落ちない。落ちろ、こっちで落ちろ、こっちで落ちろ。お落ちねえな、こんちくしょう。マジかよ、落ちなかったな。まあ絶対落としますけどね。
はい、特別な敵が出現しました。またご覧ください。さようなら。